まあ、皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はシリーズでアップロードしております、2018年度11月15日全国発売予定、はい、こちらレッツゴー最高ガズの2枚組 CD の中からの全曲解説動画をシリーズでアップロードしております。本日やる曲はこの CD の4曲目に入っている曲、さあ歌えという曲。この曲はですね、おしゃれです。ガズの作ったおしゃれ曲ですよ、これは。で、この曲もちろんね、CD ってこれ、CD なのになんでこの本のスタイルなのとか、どうして2枚組なのとか、この説明、あと、さっきも言ったんですけど、全曲ね、この9曲入りなんですけど、全曲、音源大公開&レッスン動画、大公開なんですよ。それを1枚のホームページにまとめております。ここにリンク貼っておきます。この CD のことはすべてこのホームページに書いてありますからね。まずそこで使い方などちょっと見てください。あと全曲解説、音源もフル公開ですから楽しみにしておいてくださいね。はい。で、この曲もちろんガズのオリジナル曲なんで、まだ皆さんご存知ないでしょうから。いつもはね、簡単バージョンやってからかっこいいバージョンっていう流れですけど、このシリーズに関しては最初にかっこいいバージョンというか、まあ完成形を聞いていただいて、後で初心者さん向けのレッスン CD バージョンの方をお届けしたいと思います。はい。いいですよ。この曲はちょっとおしゃれになってます。16ビート炸裂で、ちょっと難しいですけどね。まずはですね、そのかっこいいバージョンのさあ歌え。皆さん、コードと歌詞を見ながらどんな感じか聞いてください。はい、どうぞ。この瞬間、はい、タッチ。みんなが楽しいこといっぱい、まだまだ飛び出してくる。ほら気づけば夢の中、僕らの野外ビーチスタジアム、はい、タッチ。音と人が触れ合えば、はい、タッチ。あの人に会いに行こう、まだ間に合う、今すぐに。ほら急げ、あのビーチへ。ほら急げ、さあ踊れ、さあ歌え。
えイエーイ。はい、どうも。おしゃれでしょ、すごく。まあ、なんというかね、本当なんかビーチサイド、おしゃれなビーチサイドをイメージして、なんかみんなでさあ歌え、こんな、まあ大きい声でみんなで一緒にセッションしたいな、この曲を。皆さん覚えてください、一緒に歌おうよ。はい。で、今のすごく難しいでしょ。だから初心者さんはこの時間まで早送りしてください、この時間まで。そうしたらそこから、レッスンページ、レッスンページ簡単バージョンの、解説に入っていくんですけど、今ちょっとさらっと楽譜は見せます。で、この楽譜なんですけど、CD 買っていただいたらこの本の中にこの楽譜入りますからね。まあそれでもちょっと見ていただこう。はい。見て。C メジャー7。これあんまり出てこないね、普段は。後で解説するから、とりあえずメモっといてください。はい。一時停止で。テロップも出てるから、まあ、示し合わせながら。はい。はい、これ A メロの2番。はい。で、ここ B メロですね。ほら、急げ、あのビーチへ。はい、いいですか。はい。で、こっち2枚にまたいでおります。ここサビですね。さあ歌え、さあ踊れ、歌詞それだけ、すごいですよね。はい。で、ここまたイントロで、ここちょっとおとなしくなるところだな。で、構成としてはここから B メロ行ってサビへ行ってイントロメロディー弾いて終わるということになっております。はい。まず出てくるコードからいこうかな。まずね、見てください。C 出てくるでしょ。 C メジャー7。これはね、大文字の M でしょ。これはメジャーです。小文字の M はマイナーってことになってますからね。これ A マイナー。小文字でしょ。これ A マイナー。大きい M はメジャーです。C メジャー7、どこを押さえるか。簡単。ここです。だからこれ初心者バージョン、レッスンバージョンでも、ここを使いますからね。本当の C はここ。こことここ、使い分けが出てくるんで、注意しておいてください。はい。で、あとは、見てみましょうか。C と C メジャー7と C サス4。C サス4っていうのはね、まあ、C を押さえた時に、ここね、ここ、音聞いてもらうと分かるんですけどね、こういう感じの響きなんで、絶対入れろっていうもんじゃないですけど、ニュアンスで入れると、ちょっとこう、うねりが出てきてかっこいいんで、2弦の1フレットを押したり離したり、C サス4。これ使い分け。そしてね、どんどんいきますよ。F。で、ちょっとここスルーする。A マイナー。G7。E7 です。で、このコードはね、まあ、これを外したコードは、まあ、これ超基本中の基本コードなんですけど、はい。一応これガズレレ必須コードというコードのグループ、8個のコードのグループがあるんで、必須って書いてあるでしょ。これは覚えてください。ガズレレ出てくる曲、ほとんどこの8個のコードのグループを覚えていれば大丈夫という動画を、以前わかりやすく、ここに解説した動画を貼っておきます。コードはここでお勉強してください。で、今日はその特別感があるコードはやっぱ多いんですけど、まず見てください。F、F、メジャー7、こっちも大文字の M でしょ。矢印書いてあるでしょ。ここがキーポイントです。見てください。かっこいいバージョンは F 書いてあるの。全部 F メジャー7に置き換えて弾いてくださいと。今聴いていただいたやつは全部ここが F メジャー7になってます。便宜上 F って書いてあるけど、もうごちゃごちゃするんで、これ後半やる初心者バージョン、レッスンバージョンは普通の F でいいです。で、F メジャー7っていうのはここなんですよ。ちょっとこれね、押さえづらいんですね。やってみましょうか。押さえる場所、このボタンがついてるでしょ。これ、1、2、3、4、5フレットのところの3弦と4フレット、こうですね。この音。いい音するやな、これ。なんとも言えないこの切なさ。これは F メジャー7という。で、押さえ方なんですけど、私はね、この押さえ方がおすすめです。例えば、この次、もし、G7 だとしましょう、コード進行が。その時に、この指が先にちょっと先行できるから、ロスがあんまないんですよね、こういう移動に。もしこうやって押さえてしまうと、G7 の時、よいしょって結構この距離があるんで。まあ、できればこれで押さえた方が、いろいろ便利なこと多いんで。まあ、これじゃなきゃダメよってことじゃないですけど、おすすめはこの押さえ方です。これ F メジャー7使っていきましょう。はい。で、コードはそうなんですけど、基本的にはね、これ皆さんやっぱり聞いていただいてわかると思うんですけど、軽やかな重力ビートの茶ですよ。これみんな難しいね。いつかものにしたいと思って練習してる方多いと思うんですけど。かっこいい。
しゃれでしょ、すごい。これはね、ぜひものにしてもらいたい。いずれものにしてほしいんですけど、まあ大体、やっぱりこういうのは段階を踏まないとできないから。まずは8ビートをマスターして、16ビートをマスターした後に16ビートのチャです。この順番で、練習してほしいんですけど、どうしたらいいか。ここにリンク貼っときましょう。ウクレレできるリズムいろいろという私のホームページの1枚で、その中からまず8ビート、その次16ビート、その次16ビートのチャという動画で、だんだんレベルアップしていって、この軽やかさを身につけてください。で、いつも言ってんですけど、肘で動かしている人はね、こういう風に弾きませんよ。肘で動かすと、ガチャガチャしてる。やっぱ手首を使ってしなやかに柔らかく、この指先もこういう、ウェーブじゃないけど、まあ、柔らかく、ほうきみたいな。ね。軽やかでしょ。余裕がある感じでね、こう体もこう4つでやらせて、1、2、3、4、1、これが肝ですからね。こう手首と指を柔らかく使ってこう軽やかに、これリズムが根底に流れております。はい。そしてですね、サビ、さあ歌え、ここも16ビートのチャなんですけど、カッティングが入ってさらにパーカッションっぽい感じでやっているんです。ちょっと見てくださいね。さあ歌えをゆっくりやると、だんだんつくつたつくたとかとか、たんたんたつくたん、たんたんたつくた、ここか、たつとたんつく、これを早くやってるんですよ。これはカッティングという技で、これはさっきのリズムいろいろのところの下の方に行くとカッティングのやり方も書いてあるけど、左手で音を止めてるんですよ。見ててください。右手見ててね、ほら左手で止まったでしょ。これを早くやる。これでダダつくダダつくダガダガ、ここも決めだ。 G7 でここね、 G7 さあ歌い、こういうここで決め、この G7 はダダつくダダつくダガダガ、ダダつくダダつくダダダダね、ここちょっと難しい。さあ歌え、こんな感じですね。ダダつくダダつくダガダガ、はい、大盛り。これはちょっと難しい。でその後ちょっと、一回おとなしくなるとこがあるんですよ。突然に現れた、どこだっけ、あ、ここだ、イエーイ、突然に現れ、ここはね伸ばす、優しくって書いてあるでしょ。でここちょっとね雰囲気なんですけど、優しいんだけど16秒とかちょっとかじってくる。ちょっとやってみましょうか。突然に現れた、こんな感じ、イエーイ、僕らの野外ステージスタジアム、ちょっとこう後半だけ16ビートいる、まあ、雰囲気です。これはこうやるってんじゃないんだけど、なんかこうゆっくりやるんだけど16ビートの香りをちょっと感じさせるというかね。はい。であとは繰り返しですね。はい。やっぱりこうサビの頃カッティングが難しいかなということで、この曲は言っときますけど、このさあレッツゴーさあ行こうの CD の中でもかなり難易度高い方に入る曲だと思いますんでね、皆さん、ぜひ挑戦してみてください。はい。じゃあここから初心者向けレッスン CD バージョンの解説いきたいと思います。さっきも言ったんですけど、初心者バージョンの人はこの普通の F でいいですからね。これもしじゃあチャレンジしたければ、もちろん F メジャー7でもいいですよ。これはシンプルに4つ弾きでやってます、いつものように。で解説します。こっち側からのヘッドホンしたとして、皆さんこっち側からはカッカッカッというリズムをキープするためのガイドになるクリック音と歌しか入ってない。こっち側のスピーカーからは、こっち側のイヤホンからはウクレレだけが入っております。ちょっと弾けるようになったら、こっち側の耳だけ聞いて、クリックと歌だけ聞いて、自分のウクレレの演奏でセッションしてください。はい。で両方聴きながら16ビートバージョンでやるとアンサンブルになるし、ウクレレだけの練習したい人は4つ弾きでここだけ聞いてもらうとか、いろんな使い方ができますね。あなた次第でいろいろ工夫して、右左ヘッドホン使い分けて練習する。これが面白いことになっています。じゃあレッスンバージョンの簡単スペシャル4つ弾きバージョンの方。はい、どうぞ。
待ってたこの瞬間ハイタッチ、みんなが楽しいこといっぱい、まだまだ飛び出してくる、ほら気づけば夢の中でしょうか。4つ弾きだとまただいぶ表情が変わるということで、まあ、歌は一緒なんですけどね、ほぼなんか本当不思議ですよね、音楽ってリズムとかその様子によってまあだいぶ見え方が変わるんですけど、どうです、シンプル簡単バージョンだったらできますよね、これはね、はい、やっぱ曲の雰囲気、この心持ちが一番大事ですからね、楽しんでいってください、はい、ではさっきも言ったこのレッツゴー最高9曲入りですよ、9曲入り CD、 この9曲覚えてあちこちのイベントでみんなで歌いましょう。これはね、私が作詞作曲してても権利も持ってますんで、どんどん勝手に弾きまくってアップロードしまくってください。OK ですから、OK。ガズレレはそういうの OK です。はい。なんでね、もう気楽でしょ？僕たちの音楽って捉えてください。まあ、ガズレレの方の合言葉の曲になればいいな。バイブルになればいいなと思っておりますので、皆さん、一緒にさ。セッションしよう、あちこちで、はい、じゃあ今回、あ、じゃあホームページ見てください、ホームページに最新情報いつも出てますからね、リンクもここに貼っておきます、ガズレレドットコム、よろしくお願いします。ではさあ歌やってみました、さよなら、バイバイ、うい。